クラブ3曲集第一巻の口へフランスの作曲家、ジャン・フィリップ・ラモーが作曲したクラブ3曲集第一巻は、ラモーが最初にパリに滞在した1706年に発表した。この作品は、1700年から1710年の間にパリで出版された、いくつかのチェンバロ曲集の一つである。イタン長長の9曲からなる、このセットは古典的な組曲の構成に沿って、 やや自由な方法で、いくつかの得意性を持っている。最初の前奏曲は二つの部分からなるハイブリッドな曲で、最初の部分は、ルイクープランや彼のモデルとなったルイ・マルシャンのような、ルテニストの伝統を受け継いだものとなる。他の通常の踊りは、ジグ、サラバンド、ガボット、メヌエットという、型破りな順序で続き、その間に、 イタリアを思い起こさせるような旋律のベニチエンヌがフランスのロンドンの形式で挿入されている。作品はヒューズ・マレやジャック・ジョセフ・マリー・デクロワといった一部の音楽家には知られていたもののミハエル・パウル・ガイド・シャバノンなどには無視され19世紀には音楽学者のアリスティード・ファランによってその存在を正式に否定されたが1895年にオーギュスト・デュランが サンサーンスの指導のもとで前週の出版を開始した際に再発見された。ありがとうございます。